女子校の先生で、私立の先生っていうとね、転勤とかも何もなくてずっとそのままおられるんで、特にねシスターとかね、シスターなのに人間できてへんやんみたいな、なんかちょっとそういうとこではね、不信感っていうの、芽生えましたね、中高の時にね、ずっと思ってましたね、なぜなのだろうこれはみたいな感じで、まあまあまあ結構そこから、まあ、まあ大学行って、まあ、その大学行く前に私放送部に、これだけよく喋れるなって言われるんですけど、実は中高放送部におりまして、実はアナウンサーになりたかったんですね、アナウンサーに、この顔で。でアナウンサーになりたいし、ラジオの DJ もやりたかった、実を言うと。なんで、なんて言うんかな、そういうね、目立ちたいとかじゃないんですけど、人にいろいろ喋りたいみたいなのはすごく欲望があったので、でなりたいなと思ってて、高校のすごく優しい、まあ、高校生の放送部の部長の先輩ね、男性ですわ、放送部はね男女一緒だったんですよ、クラブが。とにかくカトリックで厳しくて、もう何、男女はもう一緒のクラスじゃないけど、クラブは放送部は他の部もちょっと男女一緒の水泳部とかね、男女一緒に活動させてクラブとかあったりなんかしてね、もうなんかね結構ね皆さん派手にやらかしてたみたいですけど、私はもうそんな、なんだろう、男の人にそこで慣れたかなみたいな感じ。同級生に男の子言ってて、男の子と喋るんで、あ男の子面白いやんと思って、それまですごい苦手意識あってね、よう喋らんかったんですけどね、はっきり言ってもうとてもない、なんだろう、SNS 上で同じ年代ぐらい男の人とね、パッパパッパやり取りしてるの信じられへんぐらいね、こなれましたね、その時にね。男の人怖くないんだと思って、まあ、何だったんだろうなと思って、まあ、自分の何自信のなさとかね、容姿とか体型とか、まあ、容姿はこのままなんですけど、まあ、太ってましたからね、当時も運動できなくて。だからね、なんかね、その、思うにそのね、まあ、何健康に対するコンプレックスとか、まあ、体験に関するコンプレックスも、まあ、高校ほんで大学時代は漫画研究会に入ってて、私はその時は漫画家にもう DJ を諦めたんですよ。その放送部の部長の先輩に、あ話戻しますね、放送部の部長の先輩に、私はアナウンサーになりたいんですよねって、ラジオの DJ やりたいんですよねって軽く言ったら、それは難しいからやめといた方がいいよって真剣に言われて、その先輩すごく真面目な方だったんで、あダメなんだろうなと思って、本当にダメですだからね、私昔の会社の同期で、大学の放送部に勤めてるんじゃないわ、入ってた子がいまして、その子がアナウンサーになりたいからって、もうありとあらゆる試験を受けたんですけど全部落ちて、結局その某印魔法瓶に入ってきましたからね。でその子がまあなんで落ちたかというと、とにかくね、アナウンサーはねもうコネなんですよ、まず容姿とコネ、まずこの2つで大体取ると。でもその中でももう、ほらだって今のアナウンサーだっても3人ぐらいしか取ってないでしょ、もう何百人受けに来て、でアナウンス学校にわざわざ行って、でもいっぱい受けて、すっごい美人の人でも、例えばもう言うたらテレビ局の人から言わしたら可愛くて喋る子がいっぱいあるから、言うたらスポンサーの娘さんとかね、どこそこの会社の社長の娘さんとかってもう即通るわけですよ。今にしてこうね、からくりが分かったというか、まあ、だから何のコネも金もない私としてはもう絶対通らないであろうと言われてました。アナウンサー学校もちょっとね1年ほど通ってましたけどね、小学校6年とか中学校かな、なんかね行ってましたよ、ちょっと真剣に考えてバカみたいにね。まあおかげさんで、まあちょっと今この何発声もやりやすいとか、こういうね喋りが何も考えないでもできるとかね、そういう特典はつきましたけどね。まあどういう特典なのかなと思ったら、会社時代に何でしょう、会議の司会とかね、講演の司会とかね、講演会の司会とか、そっちの方はまあスルスル、もうノー台本でもおそらくちょっと箇条書きで書いてくれたら、はい分かりましたやりますみたいな、すぐできるようにはなってましたから。まあね、それと身内ごとですが、結婚式のね、まあ本ちゃんの司会はプロの人がいるんですけど、二次会の司会はめっちゃ来ましたね、もうはっきり言って、すごいプロみたいだねって言われたけど、いやいや、もう二次会の司会だからそのプロも何もないんだけどみたいな感じでしたね。もう懐かしい。いやいや、まあいろいろこう話しましたけど、でまあまあちょっとここからまあ本ごとになってくるわけですけど、昨年から去年にかけて私ちょっと2週間ほどちょっと本当にこの結構苦労の多い人生を送ってるんですけど、一番もうちょっと辛労だったのは
6年前に乳がんを右側の乳房に見つけまして、検診で。で、それがまだ軽かったので、まあ、サクッと手術をしてパクッと取って、で、抗がん剤もせずに放射線治療だけで済んだんですね。で、今も女性ホルモンずっと飲んでまして、再発とかも転移がない。もうすごく再発しやすいんですよ、乳がんって。もう、で、ずっと祈ってきて、もう、そしたら去年の年末ね、ここにね、4箇所、謎の塊ができてましてですね、もうびっくりしました。私、超音波の画像見てね、なんかあるねって言って、そのね、担当の女医先生がね、すっごいやることすごいんですけど、めちゃくちゃ有名な先生なんですけどね、もうおっとりした先生ですね、喋り方が。あれなんかあるねとか言われて、そういう感じの喋り方で、なんかあるねじゃないよとか思いながら、私もう胸を張りながら、マジですかみたいな感じ。なんかあるんですかって。ほんだらもう綺麗にこう、1センチ級のね、まるでこう人の指がガッてこう、掴んだみたいな感じ、1、2、3、4つありましたね。やべえと思って。なら、再発じゃんと思って。どうしよう、どうしゅんべ。どうしよう、どうしようって言ったら、うちはもう障害者の長女の床吉の世話をおばあちゃんにまた頼まなきゃいけないけど、実はまあ何度か言ってるんですけど、うちの母がですね、去年から心臓を言わしまして、82歳にしてすごく元気だったと。心臓の弁取り替えて、人工弁にしたわけですよ。で、それからあともちょっと術後が悪くて、もう未だに母言ってるから、またもしかしたらもう一回手術するかもしれないから、あんまり当てになんねえなと思って。で、どうしようかなと思って、で、まあ一応生検といって、まあ一部組織を取りました。その場で。取って、検査に回すんですよ。で、検査に待って、出てくるのが、まあ、1月13日は結果出るから、そうですかって言って、もうなんか、もうこんな感じですけど、まあ、どうしようかなしかも考えてなかったです。再発したらどうするんで、手術にしても4箇所だべとか思いながら。で、まあ、そしたら、まあ、先生が、まあ、冒険じゃないわ、検査に出すね、細胞検査に出すね、あれ、プレパラート持ってきてね、こんな感じだから大丈夫だと思うよって見せて、なんか白い脂肪みたいなのがあったから、こんなんじゃないから大丈夫だと思うよって言って、いやいや、他のがん細胞見たことないから先生みたいな、もうね、そういう先生だったんで、ね、本当にね、びっくりしました。いやいやいや、見せられてもみたいな感じ。というわけで、その、結局は、結果、陰性というかもう、良性の、なんていうんですか、なんか脳波みたいな、なんかわけのわからないものだったんですよ。脂肪の塊かな、結局。もうほんでもうちょっとね、もうこう、もう、ああ、よかったってなりましたね。もうガクってなりました。その間ね、何が辛かったってね、いつも私は泣いてないですよ。いつも私は母に一応何でも報告するタイプなんですよ。母がそういうタイプなんで。何でも教えてくれないと嫌みたいな。ちょっと支配的な、ちょっとね、毒親がちょろっと入ってた母親で、だいぶ入ってますけどね。だから何かあったら、毎日でも電話かかってきて、今日はうかきっちゃんは、行ったのか作業所とかね。で、私はこう、今日はこうだった、だったって毎日電話してる感じですかね。もう歩いて5分も10分もかからないような家なんですけどね。もう、とにかくね、その母親にね、ちょっと言わない方がいいねって、まあ、去年末に看護師さんが、お母さんにもご家族の人にも、今ちょっとあれだから言わない方がいいよって。で、1週間かかるんだわ、結局、その結果出るのにね。で、年を越すわけですよ。で、年明けは弟の、子供とか弟夫婦とかみんな呼んで宴会をするから、もう宴会のことで頭いっぱいなんでね、母親が。もうあれ買ってこれ買ってあれ買おうかどうしようか何しようか。で、お土産何を持たせてあげようかって言って、正月のね、お年寄りがみんな考えることですよ。でもそれのことばっかり言ってるから、もう私のその、ちょっと腫瘍できてんって、言える?言えへんよね。もうそれで、それが一番辛かったからね。誰に言ったかというと、うちの主人に言いましたね。主人、いつもここにいますけど、主人に言いましたけど、今いないんですけどね。言ったんですけど、主人はね、これまたのんびりした人でね、もう聞いても、ああ、って言って、そうか、ほんで結果いつ出んねん。1月13日、あと2週間だったら、って言って、まあ、大丈夫ちゃうか、って言って、いや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 、もうちょっと深刻感出してくださいよ、みたいな。ね、あんた再発転移で、やばいかもしれん、もう一回手術かもしれへんねんで、って言っても、もう手術した時またあんたヘルパーさん頼んでヨガの世話してもらって、まあ自分がリモートで家にいてるっていうのもちょっとね強みあったかもしれないですけどね。とにかく今ほんで
また前6年前に入院した時と今状況が違うじゃないですか。コロナで面会も遮絶やし、絶対病棟に入れてもらえないんですよ。実は今どこの病院もそうだと思うんですけど、うちの近所の病院はもう何でしょうね、あのエレベーターホールに看板立ってて、面会はお断りいたします。だからね、うちの母が心臓手術した時は、あの守衛室まで降りていって、うちの母が、あの守衛室で、あのなんかうちの父にあの洗濯物渡してたみたいな、どんな刑務所みたいな。いやでもそんなやったら困るなと思って、例えばまああのヘルパーさんがいない時に、うちの長女のお風呂を、お風呂毎日私が入れてるんですよ、障害者の長女のね、26歳の長女で、ヘルパーさんが何日か入ってくださってるんだけど、前の時はもう前日入ってもらったかな、ヘルパーさんに。それがでも不可能な時があったらどうするかって、まあうちの次女に頑張ってもらうのしゃあねえなーみたいな感じで、もうね悩んだね。あの時はちょっと何十何年かぶりぐらいにちょっと辛いなと思いましたね。結構あんまりいろんなことは辛くなかったんですけど、いろんなことありました。もう喋り出したらちょっとね、3時間で多分収まらないと思いますね、きっとね。あのいろいろこう障害者生まれてからの苦労もいろいろあるんでね、それは他のチャンネルでやるよって話なんですけど、もうねだからちょっとその去年から今年にかけての大事件、もうね4月になったし、年季も明けたからいいかなみたいな感じで今喋りますけど、もうがんで当時仲良くしてた友達にもねよう言わんかった。ちょっとそんな年末から年明けにねできてへんしよって言って、嘘大丈夫って、自分も不安になるじゃないですか、がんと。もうじゃあ私ちょっとマンモグラフィーもう一回撮るかなとかさ、そんな思いも味合わせたくないし、この年末クソ忙しい時にね、なんかもう不安なままもう大掃除して、不安なまま正月を迎えてニコニコ笑顔で正月を迎えましたけどね、辛かったな、あれは。ちょっと私めったにいろいろ辛いとは言わないんですけど、超辛かったですね。人に言えないのが辛かったですね。で旦那は何も考えてないしね、本当にね。いやね、何も考えてない人でよかったですよ。あのすごくのんきな方なので、障害者の長女が障害って分かった時も信じへんとか言って、俺は自閉症になって、それで自閉症って分かる、その代わり本すごい読んでね、2人でどうやって育てていくかとかね、まあ、一番心配したのはうちの母ですけどね、ギャー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 言ってたのは。もうでももうね、そののんきさ加減で、まあ、主人ののんきさ加減で今までこうね、障害者の子育てできたかなって感じもします。あの下の子もあの健常の割にはね、あのすっげー手のかかる子だったんで、まあまあそこら辺はまたね、おいおいちょっとね、めぐ吉さんのあれですね、太腕半上期っていうんですかね、もう太腕半世紀っていうんですか、もうね長いですよ。もうね小学校編ねまだ終わってないですからね、本当は中高そんなにいろいろなかったかな。大学時代会社時代まあ、あの結婚後もう山ほどいろんなことありましたんでね、まあ、非常にスキルを積んだかなと、まあ、不幸の分だけこうスキルは積めるなと思いますね。不幸慣れするっていうんですか、不幸慣れっていうか、まあ、ちょっと事件慣れかな。で自分に何かで結果思ったのは、自分に何かあるよりもやっぱり子供に何かあった方が辛いと思った。だから例えば乳がんにしても、子供がなったらどうしようとかね思う残暑、そうですよ。だから子供さんがもう病気になって、自分が不登校になっても別に自分不登校で親心配すればいいや、親不幸ですけどね、まあ、親は全然忙しくてタッチしてなかったんですけど、いまだに不登校って言ってないですからね、自分の母親に不登校してたってずる休みしてたわーって言ってないから、まあいいんだけどね。もう私を育ててくれたおばあちゃんも60で亡くなったんでね、もう天国のおばあちゃんにごめんなさいって感じですけどね。はい、もうね、だからなんだろうな、もう過ぎてしまえばいいことなんですけどね、本当に子供が生まれてからは、子供に何かあるよりは自分に何かあった方がマシって思えるようになったから、それだけは幸せかなって感じですね。ちょっとまあこれなんでまあ今回喋ってるかというと、ちょっとまあ箸休めもあるんですけど、まあインスタのお知り合いが おしゃべり上手だから一遍ちょっと喋ってみたらどうかねって言って、ああそうですねって、結構でも今まで音楽の話しかちょっとしてこなかったもんですからね、ソウルフラワーユニオンさんとの話とか、あそうエレカシのね、エロカシじゃないエレカシ の、あのファン歴の話とかね、そういう話をしてきたんですけどね、まああれですね、ちょっとたまに自分の話をしてみるのもいいかいなと思って喋っていました。まあとにかくちょっとまあ一山乗り越えて、
まあ、今の私があるぜと思うけど、まだまだコロナが続いてるんで、って風邪もひいちゃったしさ、もうほんとね、ああ、目から涙が。涙は泣いてないんですよ。これね、勝手に出てくるんだよ、目から。もうね、もうなんか、あれですよ、なんかね、時々泣きながら歩いてる時があって、単にあの、花粉なんですけどね、もう泣いちゃダメ。メグ吉、みたいな感じ。まあ、いろいろありますけどね、皆さんね、もう本当にね、私なんかよりよっぽど苦労を抱えてきてる人もね、もう本当この世にいますんでね、何自分語りしてても、あれなんじゃないと思うけど、まあ、頑張ってる人もいるんだなと思っていただければいいかなと思います。まあ、とにかく、まあ、なんだろう、辛いことをこう、母親に相談できないとかね、家族に打ち明けられないのが、ちょっと、去年、今年で一番ちょっと辛かったかなと思いますね、本当に。もう、それと私が倒れたらもう本当に、障害者の世話する人がまずいなくなるわけで、それがもうね、家族にとっちゃもうすごく大変なことなんでね、と、まあ、その時には家族も成長すると思うんですけど、はい、どういう感じでちょっとめぐ吉さんの一人語りをやらさせていただきました、まあ、時間長くなっちゃったんで3つぐらいに分けるかと思いますけど、まあまあちょっとラジオ代わりに聞こうかなっていう人はまあ聞いてください。いろいろまあね、とにかくいろんなことあるよ、みんな頑張っていこうよっていう感じで、堀坂優太さん朝顔ですね、観察医朝顔のファーストシーズンのテーマソングですね。もうシーズン2、シーズン3でも流れてますけど、一番いいとこで、まあこれオープニングなんで、ちょっとすっ飛ばそうかなと思います。これですね。大体いい場面でここから始まると思うんですね。というわけでございました。堀坂優太さんの朝顔ですね。もうね、いい曲です。で、堀坂優太さんの他の曲もまあ聞いてみたんですけど、まあ、ググったりしていろいろ調べたんですけど、突然これが落ちてきました。すごくこの他のミュージシャンからすごく尊敬されてましてですね、宇多田ヒカルさんもものすごい大好きとか言って、堀坂優太さんの曲ちょっと変わった声ですよね。あーあーって感じのはぁはぁって言って、でももうすごくちゃんと喉の奥が開いてて、まともに歌えてるっていうか、うん、で、やっぱりその、なんやろな、割とちょっとどす黒い人生を送ってきたから、あんまり明るいキャッキャキャッキャした歌にちょっと馴染めない感がありますね。私としては、ちょっとなんか暗いとこがないと。